HG クロス、まあ HG のシリーズだけど、はいはいはい、あれのつぶらやプロ、ええまあ、シリーズみたいなのやってるけどさ、あれの第3弾が出るってところ、第3弾出ますね、樋口真嗣セレクションですね、そう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 、ああそう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 、これあれなんだよね、なんか1と2があってさ、うん、でまあほら1も樋口さんがやってて、はいはい、監修してて、うん、で2があの三条陸が監修、樋口真嗣はまあご存知だと思いますけど、まあね、シン・ウルトラマンの、うんまあ、監督と、はいはいはい、でまあ2で監修してる三条陸については、うん、まあ、あの脚本家ですよね、うん、まあ、ウルトラマンだと、まあ、今回あの、まあ、その時やったのが、まあ、あれですよ、ウルトラマン超投資劇伝っていう、はいはいはい、まあ、漫画の、まあ、原作を はいはい、やったのが三条陸、なるほど、うん、まあ、三条陸って例えばあれですよ、あーと仮面ライダーダブルだとか、うん、仮面ライダードライブだとか、うん、それ関わってるんだ、あの辺の脚本をやってた、そうなん、うん、あと恐竜じゃとかね、はいはい、うん、大好きなんですけど、なるほど、うん、まあ、今回その3弾で、3弾、うん、ラインナップとしては新ウルトラマンとかもいたよね、そう新ウルトラマンいますね、膠、うん、着時バージョンだっけ、そう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 、地球に降り立った時の色のないやつで、はい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 、もともと出てたあの色があるやつの空張りっていうことにもなるんだけど、とかあとはミラーマンとか、ミラーマン、はい、ミラーマンって知ってる？知らないんだよ、やっぱ知らないんだよね、知らないんだよ、まあ、あの俺らの子供の頃のヒーローですよ、つぶらやの、はいはい、まあまあヒーローっていろいろミラーマンだとか、うん、ジャンボーグだとか、はいはい、ファイヤーマンとかいるんですけど、いわゆるサンライズでいうガンダムじゃないロボットみたいな、あ、そうそうそう、まあサンライズでいうとかダグラムだとか、あ、そういうことですねまあそういうことですよ、ミラーマン、はいはいはい、鏡の国からやってくるんですよ、まあミラーマン、うん、それからあと、まあ、ドロボン、うん、これタロウの怪獣ですよ、うん、あ、ウルトラマンタロウ、うん、ウルトラマンの怪獣、はいはい、その後あとダストパンってやつと、はい、モスゴジラってやつと、うん、ゴキブラってやつと、うん、ハイブーンっていう怪獣いいんですけど、うんうんうん、俺さすがこのダストパン、モスゴジラ、ゴキブラ、うん、ハイブーンって俺さすがこれ全然知らなくて、知らなくてっていうか、まあ、覚えてなくて、うん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 、でこれ何かなと思って調べたらこれミラーマン出てたんだね、俺知らなくて、俺こんなやつらいたかなとかって思ってて全然記憶なくて、はいはい、うん、まあ、ミラーマンの怪獣と、なるほどなるほど、いうことなんですけども、ただね、あのこれまあ、新ウルトラマンプラスなんとかって、うん、ミラーマンプラスなんとかって、うん、まあなんかオプションみたいなのがポロポロついてて、あれはあのこの間のアルティメットルミナスの再来ということで、そうです、ええ、アルティメットルミナスの悪夢再来ということでまあ前回アルティメットルミナスウルトラマンのやつが、まあ、セブンに、うん、まあ、パンドンが、うん、ね、バラバラでついてて、ええ、まあまあ、集めるとまあまあ1個のパンダが出来上がるって言って、はいはい、ボーナスパーツ仕様だ、ボーナスパーツ仕様、まあ、今回もこの、まあ、新ウルトラマンから、まあ、各怪獣とか集め、うん、全7種なんですけども、うん、この全7種にそれぞれのパーツが入っていて、うん、タイラントがようやく1個できる、ね、タイラント、ね、タイラント、これ、まあ、タロウの怪獣ですけど、ね、タロウの怪獣か、まあ、なんつうの、あっちこっちから寄せ集められて最強の怪獣を作りましょうみたいな、なんだね、なんかキメラみたいな感じね、そう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 、だから逆にこのボーナスパーツでさバラバラになっててさってのはさちょっと神話性がね、まあそうなんか、ね、まあ意味がちょっとまあちょっとうまい具合になんか、まあ、バラバラになってなってお腹の部分見るとベームスターだなとか、ね、そう言ってたね、そうなんですよ、なるほどね、ちょっとこの方式今流行ってるというか、これちょっと嫌な売り方っていうかムカつく売り方っていうかねちょっとね、そうなんですよ、いや本当にね、タイラント、まあ人やっぱまあ人気ですよ、うんうんうん、暴君怪獣タイラントやっぱり強い、で、なんかあの今までのもともと出てたそのフィギュアとかとも並べて、やっとちょっと決定版のタイランとか、この現代のちょっと造形で出たっていうところ、やっぱ喜んでる人なんかもねいらっしゃって、うん、ただまあ1個作るのにやっぱ7個はあの正解を集めなくちゃいけないっていう、7個か、まあ、前回がファン改造パンドが8個だったから、 そうですね、まあ、それよりはだけど、ただ今回あれだよね、まあ、アルティメットルミナスを見ればもっとなんだけどさ、今回そのゴキブラとかのちっちゃいやつ、そうなんですよ、結構スカスカよね、そうなんですよ、うん、そうなんですよ、いやそうなんですよね、この、まあ、ゴキブラとかあんま俺ちょっと欲しくねえなって、なんかさ、なんていうの、安い単色の消しゴムのさフィギュアみたいなさ、そうなんですよでもそれでさえタイラント感染には必要ではあると、うん、そうそう、汚ねえなとかって思ってる、うん、まあね、こいつはでやっぱうまいなと思うのはモスゴジラとかゴキブラとか、うん、ハイブンとか一緒に出てくるんだよこれ、うんうん、その話の中に、ああそうなんだ、うん、あ、そうだ、まあ 1,2 体よりだったらやっぱ3体集めたりとか、セット、うん、
うん、なんでまあ親和性あるでしょみたいな感じで。なるほどなるほどなるほど。汚ねえなとかって思ってて、なんかね、まあでも、まあちょっと単価が高いからね、うん、で今ちょっと不景気だからなんかだけど、まあもっと原点そういうものを考えなければ、やっぱ集めて何か完成するってすごく楽しい取り組みで、うん、まあまあまあそうですよね、あの骨骨ザウルスみたいなさ、うん、まあボーナスパーツですから本来はそうなんだよね、いろいろ集めてさでかいのちょっと作るみたいな、タイランド欲しいよな、ね、だからまあ今後もそのまあアルティメットルミナスがどうかわからないし、うん、HC のひょっとしたら仮面ライダーでもそういうのやるかもしれないしね、うん、HC 仮面ライダーなんかもちょっとずつつけてさみたいな、うん、ありえるんで、あ仮面ライダーはやってほしいなって、なんか、ね、だってでっかいやつとかいるじゃないですか敵で、まあまあ、例えば仮面ライダー X の、 あのキングダークとかね、うん、あ知らねえか、全然知らないな、でかいのいるんですよまあ、そのあのサイズがまあでかくなくてもさ、ちょっとまあそもそもカメラであんまボリュームないんで、ちょこちょこっとこう、まあ、人間サイズでボーナスパーツでさ、うん、やるとか、まあ、ちょっとバイクとかね、そうそうそう、あバイクなんかもいいね、確かになんかとかでやってきそうなちょっと雰囲気出てきたよね、まあ、ちょっとやっぱり成功してるからね、この売り方が嫌だけど、まあまあ、まあそうそう、この売り方がってか結局どういう売り方してもやっぱキャラクターが強いっていう、うん、ブランドが強いっていうのがあるから売れちゃうんで、なんだよね、まあ温度端から見てる分にやっぱね、やっぱ足だけがねとかさ、そうですね、ここもう頭だけなくてキャラクター的にはあといいんだけど、うん、でも頭だけなくて完成しないのも嫌だから、そこですよ、次ちょっと見かけたら回しに行くみたいな、うん、まあそうなったら来るよねっていう、うん、まあでもさ、うん、買う人が少ないからやっぱそういうコアなファンをさやっぱこうに求めていくしかないからね今ね、売り方がね、これネットで首と首だけとか腕だけとかっていう風にやっぱ買う人出てくるよね、絶対いると思うよやっぱり、ね、うん、うん、まあ、逆に余分に持ってる人もいるからね、まあまあそう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 、うん、そうなんですよ、まあこの去年のね、去年の今頃のゴジラ HG クロスから始まったこのボーナスパーツとか、それまではねあんま見なかったんだけどね、うん、売り方的にはね、そうなんですよね、まああれがやっぱ成功したからね、うん。